今日はバスティーユに来てみました。久しぶりに、あいにくの曇りです。パリはこの時期ほぼ曇りです。そして見て、ドレッドデラーもあるけど、ブッシュドノエルもやってる。え？あれ、サーカスコーヒーのさ、シナモンバンが食べれるのがここだったんだよね。ああ、そうだね。美容だからさ、そうそうそう、なんだかけ、アミあるね。アミといえばメルシーカフェもお休みなんだね。メルシー、みんな大好きメルシー。メルシーはセレクトショップ。結構うちはよく来ますね。ミーハーっぽいですが、ミーハーだよ。あのさ、カトラリーとか見たかったんだよね。あのテーブルコーディネートが見たかったの。これやっぱ可愛くない？そうだね。可愛い、やっぱりこういうセンスがね、やはり見えるし、こういう感じですね。もうもっと綺麗だからさ、可愛くない？ママは雑貨を見るのが大好きで、これなかったの？うん、なかった。超かわいい。ほら、これとか超かわいい。見て、穴開いてる。何用な？かわいくない？ナイフだよ。でも、いくらだと思う？20ユーロ。36ユーロでーす。やばくない？1個5000円近いってことでしょ？うちには買えないよね。え、超かわいい。昔流行ったプチポール、でもやっぱこれ可愛くか、可愛いよね。みんなプチポールじゃんって思ったけど、やっぱ可愛いよね。もう定番でしょ、うん、人気になるのが分かる気がする。めっちゃ可愛くない？あのライトとかやばい。本当だ、こういうね。ガシャンガシャンじゃないとき、このなんか無駄に重ねる感じね。だって家で普通にご飯食べるのに無駄に重ねなくない？やばい、めっちゃ可愛い。これ、俊介ならこれ何に使う？いや、何か使うものがあるんでしょ。いや、考えて。皆さんは何に使うと思いますか？こんな感じ。何に使うの、マジで。いや、でもこれさ、あれなんじゃない？ここに爪楊枝入れて、オリーブだよね。一緒だよ。面白いこと何かないのかい？それだよね、多分。それ以外ないっしょ。かわいいね。で、
局メルシーはいいっていうね、なんやかんやでメルシーに来れとおしゃれなものがいっぱいあると。かわいい、かわいくない、うん、このさ、いい、あの叩いてるやつ、なんていうの、べっこ、あー、べっこじゃないよ、かわいい、このお皿もさ、すごいかわいいよね、これ超かわいくない、うん、やばい、めっちゃテンション上がるね、あ、超かわいい、こういうのもあります、かわいい、やばい、わー、めっちゃかわいい、定番のお土産の定番だよ、あー、やばい、ベージュ、あ、ベージュ、ね、やっぱ結構なんか可愛くない、これでしょ、やっぱめっちゃ可愛い、買いたい、ここしかないからね、そうだね、てか白可愛くない、ないね、開いてました。うん。